もぐらだ、木造でーす。今日は2021年2月6日土曜日、今11時ぐらいになるところなのかな。さっき9時半にここ来たんですけども、今心療内科に来てますという感じで、今日はダラダラ動画送らせていただきます。すっごい混んでます、見てください。ということでですね、今日は、心療内科、奥さんと一緒に心療内科に来てるんですけども、朝のそうそう9時半に来て、今10時47分です。2月の6日土曋日10時47分、1時間以上待ってまだ奥さんの番来ないんですけども、ちゃんと順番通りと思って9時に開いたお医者さんなんですけども、まだ全然順番来ません。まあそんな感じで、今日は久しぶりに奥さんの通院に、付き添ってます。はい、で今日はですね、たまには思考を変えてってことで車の中から、この動画撮ってるんですけれども、今日はタイトルで何だっけ、年金と確定申告と春一番とということで題名つけました。これまず最初に年金の話をして、それからその確定申告っていうのを初めてお父さん聞いたんですけれども、年金には確定申告があるっていうことですね。で実は今日2月6日土曜日なんですけども、おとといの2月4日の木曜日に、観測史上初の春一番がもう吹いたと観測されたっていう話があったんで、そのこともちょっと話そうかなと思って今日は動画撮りました。ちょっと久しぶりに趣向を変えてグダグダやってきますんで、もし、興味のある人は聞いてください。外に出てるんで、帽子とマスクとつけて、朝は寒かったんで耳当てまでつけてやってます。そんな感じです。でまず年金の話なんですけども、前お父さんの動画で確か、流したと思うんですけども、相変わらず年金は、おそらく65歳から支給で、お父さんは65歳からもらうつもりでいるんで、まああと、7年っていうことですか。7年後からですね。でとりあえず何回も言ってるんだけど、62歳が定年なんで、それまで働いて、残りの3年は再雇用ができれば再雇用させていただこうかなと思ってます。で当初の予定通り、お父さんの年金は約15万で、奥さんの年金が約7万ってことなんで、2人で22万円もらえるかなってっていうぐらいのことです。でそれで昨日再雇用されてる大先輩、うちの職場で再雇用されてる大先輩に話聞いたんですけども、今の時期、この春一番が吹く時期ですね、まあ2月15日から3月16日までが確定申告の時期ってことなんですけども、まあ、確定申告っていうのは、お父さんバカだから年金もらってると必要ないこと思ったんですけど、この確定申告、この確定申告は年金もらうと死にがなくちゃいけないってその先輩に教えていただきました。要するに、再雇用で会社に、勤めてるわけですけども、会社でも確定申告やってるけれども、それと同時に年金収入があるから、それの申告を死にがなくてはいけないっていうことかな。あとその先輩はご家族の医療費控除もやり組んで、ついでにということで確定申告されるそうです。で確定申告はよく分かんないですけど、 A と B とあって、申告書がで、A っていうのが、まあ、一般のそういう年金とか他に収入があった場合とか
の確定申告、会社員の方とかで、で B っていうのが事業者、自分で何か会社経営したり、まあ八百屋さんとか魚屋さんとか飲食店とか、そういう自分で収入を得てる人がする確定申告が、確定申告 B っていう申告書が A と B と2種類あるそうです。それも初めて知りました。まあお父さんが62歳でもし定年して再雇用になった時、また制度が変わってるかもしれないんですけども、一応今のところ定年が62歳なんで、62歳で定年して確定し、じゃねえや、再雇用した時に確定申告がありますので、その時はもうちょっと詳しい話ができると思いますけども、まあその時の確定申告またさせていただければかなと思います。まあそんな感じで、すっげえ今日混んでるんで、もう80番とか90番とかの人がいて、1時間待ちとか2時間待ちとかいうらしいんですけどね、こういう診療内科結構中で待ってる人多いですね。そんな感じですかね。で最後にさっき言った、年金と確定申告と、そして春一番と、その春一番ですけれども、今言ったように先日、一昨日の2月4日の木曜日に、2021年2月4日の木曜日に観測史上初の早い春一番が吹きましたという話です。あの時ちょうどお父さんもね仕事だったんですけども、お昼頃から吹き始めて、本当に吹き飛ばされそうな風でしたね。で千葉の方、木更津の海ほたるの方で、制限時速が40キロとかになったような感じですね。それでお願いします。はい、以上です。じゃあそういうことなんで、まあ今日はダラダラそんな話をさせていただきました。はい、僕らだ木造でした。また年金の話とか何かためになる話とかあったら流させていただきたいと思いますので、また興味のある人はチャンネル登録の方お願いします。そんな感じの、2021年2月6日土曜日の、今11時ぐらいになる感じの時間でした。今日はとっても暖かいです。以上です。